でこのバンドね、一応メンバー紹介の曲をやりながらやるというちょっとお約束がありますので、この曲ですね、ちょっと裏を返すですね、かなり手間取った曲でして、というのはイントロと、まあ、メインメロディーが入ってきたところでリズムが倍に変わるんですよ。で気づかなくて合わないじゃん、カウント全然合わないじゃん、ここどこか、ね、しばらくね悩みました。で答えは楽譜に書いてましたよく見ろと今ちょっとね、一人ね、ご休憩されてるんでちょっと待ってみましょうか。ご休憩、暑い。なんかあります、谷さんは今日は何もないですか。特になんですか。ミエさん、タミー、俺のあなたのタミーです。あなたのあなたのミヤメです。タミーママもいますから、ね、今日は、ね、皆さん本当に、ね、遠いところか近いところかよく分かりませんけどありがとうございましたこのマミー、え、ワミーさんね、創業何年ですか。来年30周年ですよ。来年30周年、40周年、40周年、もう3年、来年の5月、来年の5月で40周年、すごいですね。母ちゃん歌え、母ちゃん歌えいいですね、そういうのもなんかありですね。甘み声カラオケ教室、カラオケ教室いいですね。で今年に入ってからですね、こういうふうな音楽をこの場所で奏でられることになった、まあいろいろね、機材揃えたりとか、ちょっと改装したんですか。改装してないです。改装はしてないんですね。機材増やした、機材選びやりいろんなところでね、いろんなハードオフを巡って揃えましたね。安かったのかどうかそれが分かりませんけどね、まあ今以下に揃って、ということで、一応ラストの曲ですか。はい、ラストです。行きましょう、はい。
なった感じがね。あ、おお。なんか拍手が来てる。拍手が来てる。拍手が来てるけど、なんか探してる。なんか飛んだね。ネジが飛んだらしい。これはアンコールっていうやつですか。ありがとうございます。後で探すということで、アンコール本当にありがとうございます。実は高中、ネタ的に使ってるんですけど、僕は高中はあんまり聞いたことなくてですね、一番最初に高中聞いたのが、ひょうきん族です。ひょうきん族で、アダボちゃんと一緒に高中が、ね、出た時に、僕は初めて見ました。でその時にね弾いてた曲で、まあこれも有名な曲なんですね。渚小寺曲で、まあ夏の終わりに近い曲ですけどね、まあ夏始まったばかりですけども、最後にじゃあ聴いてください。ありがとうございます。I'm gonna go to the hospital.
っこいいですよね。